誰かいますか？僕ですか？いやでもあのトレンディの斉藤さんとかはなんか割と結構合う、はい、私も昔お世話に、はいはいはい、ヘアトニック呼んでいただいたり。あ、ヘアトニックね、うん、僕あのお、なんだっけ、人狼やったり、ズームで人狼やったりとか、そのコロナ禍入ってからです。そうそうそう、もちろんご飯も、ご飯も行ったし、あ、そう、ご飯も行ったし、ズームも行ったし、まあ、あとはなんだっけ、あのなんか台風15号かな、あの千葉県の、そう、千葉県の台風15号に、はいはいはい、一緒に、そうそう、ボランティアに行ったんですよ。行ってたね。そうそうそう。あれはさ、そのなんでそもそも、要は全く知らない状況で一緒にボランティア行こうよってならないわけじゃん。ならない。そのきっかけは何の？その前日に、なんかあのルミネの食堂であったのよ。おい、たまたま3階にあの社員食堂っていうのがあるんですけど、でそこでたまたま斉藤さん会って、おで、なんかそれで一緒にご飯食べてて、あ、そういうことね。そうそう、で、それでなんか急になんかその明日なんか仕事がバラシになったから、おなんかやりたいねみたいな話になって、たまたまで、そしたらなんかちょうど本当その日、その週、前週ぐらいに、うん、なんかそのほら台風来てて、はい、すごい被害だった、ね、そうそう、だからちょっとボランティア行きたいんだよねみたいな、っていう感じで、あ、なるほどね、斉藤さんが振ってもらって、おうおう仕事をね仕事をね、気がないけど、で僕が、でも、いたのが俺と、うん、タカピンアラモードっていう、はい、もう大好きな親友の一人なんだけど、うん、でタカピンと一緒にいて、うん、でしたらじゃあ、僕も行きたいんですよみたいな、うん、言って、あ、じゃあちょっと行こうよみたいな、っていう感じで、まあなんかその口約束みたいな感じになるじゃないですか、はいはい、でその日、それの出番だったから裏で会ったのよ、また、うん、したらちょっと明日行こうみたいな感じで、ほう、ちょっと明日行くから、あのちょっと工具とか買ってくるわみたいな感じで行っちゃったんだよ。鬼すごくないですか。まだ多分その時佐野さんの下の名前も知らないくらい行くぞってなって、で、おもじゃ行きますって、それは僕も行きたい、もう行ってるんだみたいな。で普通なんかこういう話流れちゃうじゃないですか。いや、もう本当いつか行きましょうねで終わるから、ね、でもやっぱ売れる人ってやっぱそういうことなんだろうなみたいな。いや、そうだね、行動力がもう半端ないというか、もう今やるみたいな、で後回ししないみたいな、僕はやっぱ M1 チャンピオンから回しなって、素晴らしい、でそれでもう翌日もう本当にみんなでそのレンタカー借りて行ったのよ、うん、ただ、うん、やっぱボランティアって、うん、あのそんな素人が行っていいもんじゃないんだよね行ったら、うん、まあ、俺ら持ってるのはもう本当にあのなんか工具、なんかよくわかんない、ちっちゃいなんかの工具と、まあ、軍手と軍手と、なんかのメガネみたいなの持って、もうあとはもう体が資本ですよ、まあ、もう本当にみたいな、もう完全にもう俺たちは地球防衛軍だみたいな、はいはいはい、もうほんとそんな感じで行ったの、もう行ったのよ、レンタカー借りてね、でそれでバーっていざ現場に行ったらみたいな、なんか変なリスト、何を持ってるかみたいなリストみたいなのがあって、でランク付けされるのよ、なんか、はいはいはい、なんか青ランクみたいな、重装備の人はこの仕事任せる、そうそうそうみたいな、 赤みたいな、この、うん、今日はこれで持ってきてますみたいな、はいはい、とかあの車これで軽トラ持ってますみたいな、はいはい、なんかチェーンソー持ってますみたいな、でも多分してると思うけど、もう木とかがもうさあって道が通れないとかあるのよ、ね、家の瓦が落ちてきてるから、もうみたいな。そうそうそう。で、だそこも直さなきゃいけないし、もう木がもう屋根で、だってもう家入れません、みたいな。で、そういうもう感じだったの、現場で、現場的にね、みたいな。でもやっぱこの、あの、斉藤さんが来ただけで、みたいな。ええみたいな。まあ、まさかだもん。で、なんか、みたいな感じになって、みんな、わーみたいな。救世主が来たみたいな。現場の式めっちゃ上がった。そうそうそう。もう本当、あの、なんか、モーセみたいな、はいはい。海がもう、バーって開いて、わーみたいな。あれか。なんか、そんな感じだったの。で、市長とかも、なんか、緊急に来て、みたいな。どっから駆けつけて、なんか、その、やっぱ早いから、ああいう、田舎って。情報が早いから、ね。そう、でも、じゃあ、たださ、あの、何を持ってきてらっしゃいますか、はいはいはい。みたいな。持ち物検査。持ち物検査、みたいな。チェーンソーは持ってますかみたいな。あ、いや、持ってないです。みたいな。安全靴持ってますかみたいな。いや、持ってないですね。みたいな。みたいな。軽トラできてますかみたいな感じで。いや、すいません、あの、レンタカーですね。みたいな。待ってくださいねみたいな感じで、もうまあもういわゆるもう俺らもう本当にもう雑魚なのよ、本当にもうまだ一つも課金してない初期アバターで、初期アバターできちゃったから、もうみんなうわーからのなんかもう、あ、こいつら何もできないやつだわみたいな、なんか木とかも切ることもできないから、あの一番最初のあの仕事がおばあちゃん家に行って、上の方が片付け、これじゃ届かないの、そうかの部屋掃除を手伝う、5人がかりで、な
るほど。はい、大事で大事ですよ。大事よ。もちろん大事ですよ。そういうことをやる人もいるし、木をどける人もいるし。そう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 。そういうことで、その結局だから斉藤さん口約束にしないのが素晴らしい。いや、そういうとこです本当に。僕でも斉藤さんと一つだけ口約束してることがあって、多分知り合ったのは全然僕の方が早くて。はいはい。なんかもう本当だから、そう、そうだね。むしろなんか俺プリンスを餌ね仲良くなったような。でしょ。プリンスの相方ですみたいな。相方ですみたいな。おおみたいな。でしょ。ね、みたいな。じゃあなんかもう本当にそこら辺で、そこら辺の本社の廊下でたまたま会って、っていうのもそのヘアトニックっていう斉藤さんが芸人集めて、はい、音楽フェスみたいな、はい、パロディーフェスみたいなのをやってて、はい、その時たまたま乃木坂さんのなんか。コピーパロディユニットみたいなのをやってて、はい、で多分トレンディさんは隣の部屋で打ち合わせみたいなのをしてて、深夜、隣の部屋から乃木坂が聞こえてきます、はい、でまず高橋さんが、はい、そのアイドルめっちゃ好きだから、はい、なんでこんな深夜にその、本社の教室で乃木坂が聞こえてくるんだっていうのでなんか見に来たの。どんな感じで見に来たの。もう本当こんな感じで本当に喋ってない本人がいるんじゃないかみたいな喋ってない。そうそうそう、本当に喋ってない、うん、であれみたいな感じで見に来たからあ、お疲れ様です、その時2年目が2年目のブルーレディの田中と申します、今ちょっとコピー家にやっててみたいな、ね、でさ、高橋さんがもう何も言って、俺何も言ってないんだけど、あれなんか藤ヶ谷くんに似てないって。どんな感じで似てきたの。あれ藤ヶ谷くんに似てない。それが全然似てなかった。高橋さん全然似てなかった。高橋さんに似てるでやってないそう、そう、いやで、なんか言われて、で、斉藤さんがまあ仲いいって。そうで、めっちゃ仲いい。ラジオ出てるもんな。そうで、ちょっと斉藤さん呼んでくる、待っててで、わーって呼んできて、で、古川くん似てないみたいな。うわ、めっちゃ似てるわ、俺仲いいから、その実物もね、もちろん知ってるけど、めっちゃ似てるわっていうので、まあ、じゃあいつか飲み行こうよ、みたいな、うん感じからもう早6年まだ1回も飲み行ってない。いやいや、J が入っちゃうとやっぱさ、J はやっぱちょっといろいろある。ああ、だから別に一緒にとかじゃないよ。はいはいはい、その、斉藤さんと。ああ、そういうこと？そうそうそう。あ、なんだ、J と。で、いや、その時はちょっと期待したよ。ガヤさんとプリンスと3人だったらもう激アツだったね。公認もらえるかもみたいな。いや、ほんとにほんとに。これから始まるスクール。